Hello everyone, this is Colin's channel. 久しぶりのカメラでございます。復帰おめでとうございます。今日は病院で使う大事な英語を紹介します。と言っても、調べれば大抵のことは出てくるので、調べにくいもの、症状と痛みの伝え方、じわじわ痛む、ピリピリする、そして最後にシミュレーションもやるので、ぜひ最後までご覧ください。たくさんあるのでテンポよくいきますね。まず一つ目は Tingles、 ピリピリするっていう意味です。 My elbow has been tingling、 肘がピリピリしている。二つ目は Stiff、 凝っている。 My neck is stiff、 首が凝っている。三つ目は Numb、 しびれている。 Numbness はしびれを感じるという主語になります。文章で使うときは Numb だけが多いです。 My hands feel numb from the cold、 寒さで手の感覚がない。4つ目、itchy、 かゆい。 itchy scab、 かゆいかさぶたはよく聞くフレーズです。 chills、 寒気。 I have chills but no fever、 寒気はするけど熱はないかな。 nauseous、 吐き気。 This medication can make some people nauseous、 一部の人はこの薬で吐き気を感じることがあります。 swollen、 腫れている。 allergic reaction、 アレルギー反応。My lips get swollen when I eat pineapples. It might be an allergic reaction. パイナップルを食べると唇が腫れるのよね。もしかしたらアレルギー反応かもしれない。ここからは痛みの表現ですね。Pounding、 ガンガンする。 A pounding headache、 ガンガンする頭痛、動脈のドクドクくる痛み。ガンガンする耳鳴りだったり頭痛はこの Pounding という言葉を使います。 Tight、締め付ける。 My legs feel tight when I bend down、 しゃがむと足に締め付けたような感覚が来る。 Cramps、 生理痛。 I have really bad cramps、 生理痛が本当にひどいの。ちなみに生理は period、 menstruation、 いろいろ言い方があるんですけど、一番覚えやすいのは period かな。 I'm on my period、 今生理中ですって言えます。 Burning sensation、 焼けるような感覚。 There is a burning sensation in my chest、胸焼けを感じる。これに似た言葉は burns、 焼けるようなヒリヒリとした痛みですね。この場合もう burn だけで痛々しい、焼けてるっていうことなので、最後に pain はいりません。 Rubbing alcohol on fresh wound burns、 出来たての傷口にアルコール消毒をゴシゴシするととてもしみる。それ想像しただけで sore、 じわじわ痛い。筋肉痛の時に使いますね。 My legs are sore from the squat challenge、 スクワットチャレンジやったから足が筋肉痛。あとは sore throat、 喉が痛い、このフレーズです。 hurt、 痛めた、怪我をした。これは体の怪我にも使えます。 I hurt my back when I picked up my nephew、 甥っ子を持ち上げた時に腰を痛めてしまった。 hurt は痛めたなんですけど、 hurts、 最後に s をつけると現在気になって今痛いっていう意味になります。もう一つの痛みを表す言葉は ache、 慢性的な痛みの時に使います。 headache、 頭痛。 toothache、 歯痛。 stomachache、 腹痛。どこが ache するのかっていうコンビでありますstomachache とかはよく聞くと思います。そして次は痛みを訴える時の形容詞を紹介します。痛みは英語で pain、 pain は病気や怪我による苦しみや不快感を意味しているので、そのまんまでも使えます。この pain の前に形容詞をつけることによって、どのような痛みかもっと明確に伝わると思います。 piercing、 突き刺すような。 piercing pain、 突き刺すような痛み。I have a piercing pain in my stomach、 お腹に突き刺すような痛みを感じる。 stinging、 刺されたような。 stinging pain、 刺されたような痛み。 I have a stinging pain in my eyes、 目が刺されたように痛い。もう一つの言い方は painful、 痛みを伴うっていう意味です。 My left elbow is painful when I extend my arm、 腕を伸ばすと左肘が痛い。 pain と painful の違いってちょっと難しいけど、 pain は痛み、Painful は痛みがあることですね。もう感じてるってこと。ざっくりとですが症状を訴えたとします。そして次はどれぐらいの頻度か、どれぐらい深刻なのか聞かれると思います。 Mild、 緩やかな、そこまで強くない。 Severe、 深刻な。 Longing、 長く続いている。 Constant、
常にある。常にどこかしら痛いという時は constant pain って言います。 worse 悪化している。 better だんだん良くなっている。あとは何かの動きをした時に痛い時は only when I stand, sit, sleep など only when I を最初に言います。いろいろ紹介してもう大困惑だと思うんですけど、シンプルに簡潔に伝えたい時は私は何の症状がどのぐらいの期間あるの順番で伝えます。 I've been having a sore throat for 2 weeks. 2週間喉が痛い。その後に It's severe 深刻だとか It's getting worse だんだん悪化しているなど後で詳細を付け足せば OK です。何がどのぐらいあるのか言えばいいと思います。もうドクターじゃないからどのディスクリプションが大事か、まあ、よくわかんないけど、とりあえず何の症状がどの期間ある。ではシミュレーションやってみましょう。久々の一人二役です。 What are your symptoms? 症状は何ですか？ My left knee has been painful. 左膝がずっと痛くて。 How long have you had it? どのぐらい前からですか？ Since last week when I came back from the gym. But it's getting worse.先週ジムから帰ってきたあたりぐらいかな。でもだんだん悪化しています。 Can you describe the pain? どのような痛みですか？ It's a stinging pain. It hurts when I stand up. 刺されたような痛みです。立ち上がると痛みを感じます。以上、結構シンプルで、まあ、実際診察中ちょっとパニックっちゃうかもしれないけど、ドクターはフォローアップしてくれると思うので一つ一つ順番に進めれば大丈夫です。そして最後に、まあ、診察が終わって私はこういうことを聞くんですけど、まあ、皆さんはどうでしょう。副作用は英語で side effects と言います。 Does this medication have any side effects? この薬に副作用はありますか？ What should I do if it doesn't get better?良くならなかった場合、何をすればいいですか？ What should I avoid? 避けた方がいいものはありますか？以上で病院診察で使える英語でしたが、少しでもご参考になれば幸いです。いやー、たくさんあるからどれをピックアップしようかちょっと迷ったんですけど、これがベーシックかなと思います。まあ実際病院に行ってパニックっちゃってどうしようってなったら、ここアウチアウチと言えば多分伝わると思うけど、もう少し詳しく言いたいだったり、誰かの付き添いで行くっていう場合、ぜひぜひ使っていただきたいです。最後までご視聴ありがとうございます。リクエストもありがとうございました。チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまた、バイバイ。